アドビカラー、アドビカラー CC はアドビが開発するカラーパレットの作成用共有プラットフォーム。2006年11月18日、アドビラブス内で公開。複数のデザイナーで1カラーパレットあたり5つの配色を共有できるサービスとして登場した。2008年3月にはアドビカラー2.0リリース。同年11月にはアドビクリエイティブスイート4に組み込まれる形で、 正式公開。当初は、インデザイン CS4、イラストレーター CS4、フォトショップ CS4、フォトショップ CS4 エクステンディット、フラッシュ CS4 プロフェッショナル、ファイヤーワークス CS4 から、同一のカラーパレットにアクセスできることが最大の強みだった。2012年9月25日、アドビエッジツールズサービスの一つとして組み込まれた。 2014年10月6日にアプリケーション名称を Adobe Color CC に変更。Web 版アプリ Adobe c クリエ r ティ e a t i v e Cloud アプリ内機能アドビカラーとして様々なプラットフォーム上で展開されている。ありがとうございます。